第69回取り手利根川大花火、皆さんがいろいろな期待を寄せていただきました。今回も皆さんの期待に応えられるようしっかりと運営をしてまいります。去年初めてドローンショーをさせていただきました。今年はさらに進化をさせ、皆さんと共に感動できるドローンショーを期待をしていただきたいと思います。花火も3000発増発をしました。見応えのある花火大会になるように私ども職員としっかりと努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは天下を前に皆さんと一緒にカウントダウンをして点火をしたいと思います。よろしいですか？皆さんご準備はよろしいでしょうか？カウントダウンを一緒にご唱和お願いします。1番真夏のカーニバル。
蓄奥加工堀米煉瓦店の作品です。定番の五合玉スターマインを中心に真夏の情景をイメージした花火です。それではお願いいたします。Thank you.
尺玉のパレード高木映画展よりお送りいたします。毎年恒例となる尺玉のプログラム、今年もドーンと大きな尺玉を打ち上げます。ご来場の皆様にぜひ見ていただきたい尺玉を花見さんが思い込んで丁寧に作ってくれました。一発ずつ色や形の違う作品が打ち上がりますので、ゆっくりとお楽しみください。それでは最初の花見、青目に変身変幻点滅花です。どうぞ。Thank you.
林などさまざまな種類の花見をおしゃれな音楽に乗せてお楽しみいただけました。続きましてプログラムナンバー5番、大輪の花、山崎映画製造所の作品です。大玉をメインに打ち上げ、音楽に乗せてゆっくりと花火一発一発の綺麗さを堪能していただくプログラムです。それではどうぞ。
花火の一つ一つが愛おしいですね。さあどんどん参ります。続きましてプログラムナンバー6番、伝説の花と花から。プログラムナンバー7番、躍動、高木煙火店の作品です。今回は2つのプログラムを連続でお楽しみいただきたいと思います。まずプログラムナンバー6番、伝説の花と空から。新物花火を使ったスターマインを打ち上げ、プログラムナンバー7番、躍動では詫びのスターマインが上がります。温かみのあるショー、お楽しみください。それでは2つ続けてどうぞ。
遮るものは何一つないこの砦緑中の公園、この砦緑中の公園を舞台に続々と舞うように咲き誇る花火、瞬きするのも惜しくなるくらいでしたね。続きまして、プログラムナンバー、電話ダーク。チェさんだったら右手あげて。はい、北木さん。高木エカテリさん、もう一つ打ち上げてください。続々と打ち上がっておりますが、もしかして3000発増発して1万発だからドローンってオープニングのあれだけ予算なくなっちゃったんじゃないの砦市観光協会と思われていた方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなはずがあるわけがありません。今年も昨年大好評だったドローンショースタートいたします。それでは皆様、心と一人のご準備はよろしいでしょうか。テーマは生命の誕生から宇宙への出発です。レッドクリフさん、お願いいたします。
Showtime.
Thank you for coming. This show was brought to you by Redcliffe, revolutionizing the way we see the skies. Until next time, see you again. See you again.ご来場の皆様、トリケット出川大花には、早くもフィナーレを迎える時間となってしまいました。今年のフィナーレは一味違います。今年は3つの演歌店の皆様によるフィナーレです。それでは皆様、ここからはまぶたを閉じる時間と瞬きも惜しんでしっかりと一気にお楽しみください。花火師の皆様、よろしくお願いいたします。続けて高木栄華店さん、フィナーレをお願いいたします。
し続くようです。もうちょっと見たいという私たちの心に敏感に察知していただいたでしょうか。それではラストフィナーレです。山崎映画製造所さんお願いいたします。
砦はこんなに美しくてかっこいい花火が打ち上がる素晴らしい街なんです。10万6000砦市民の皆さん、もっと砦を誇りに思ってください。以上をもちまして第69回トリネット寝川大花火を皆さん打ち上げ現場をご覧ください。花火師さんたちが皆さんにお別れの挨拶をライトで送ってくださっています。こんなに素晴らしい花火、今日もありがとうございます。皆さん、もう私が誘導するまでもなく大きなさざめくような素晴らしい拍手を花火師さんに送っていらっしゃいますね。そしてレッドクリーンさん、今年も素敵なドローンショーをありがとうございました。